もうやるよ、俺これで。オッケー。このぐらい勝負できる武器だってことだね。マジで。はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、伊藤ちゃんです。今回はケルテック RFBL、こちらを使っていきたいと思います。これ、アリサカで合成させたやつで、まあ、配信で見てくれてた方、わかると思うんですけど、まあ、こんな感じでね、遊びですね。これ、あんまり、そんながっつり強いわけじゃないんですけど、これで、まあ、作ってみました。まあ、どんな感じになるのかなっていう、まあ、意外とアリサカ50何万ユーロしてね、そんな何回も何回もできるような、ほんでないんで、まあ、ざっとね、ケルテック、あと、ケルテック入れるとどんな感じになるかっていう人も気になっちゃうんで、ケルテック買って、アリサカも買って、作りました。というわけで、こちら見てください。はい、というわけでやっていきましょう。あれ？なんか足跡が出てるってことは？あー、出たー！やっぱりそうだったー。後で直していきます。さあ、右蹴り運用が基本となります。これ、こちら。あー、頭入らない。そう、右蹴り運用基本になりますので、まあ、左蹴り運用してしまうと、非常に弱い。さあ、2発で半分カット。もうちょっとだったね。で、連射力も9でかなり遅くなってるので、あんまり強さは、ないかもしれない。本当にね、これね、難しいんですよ。非常にね、そんなね、簡単にできるものではないので。こんな感じでね、頭に入れると、あの距離一撃で落とせますね。あの距離今の一撃です。胴体当ててないですね、今のは。だから、ね、頭にきっちり入れていくことが大前提の武器になっております。まあ、それにね、頭に入れることに自信がある人がね、使うような武器でございます。あー、惜しい。あ、ずれちゃったね。なんで、火力だけは本当に高い。おー、横から撃たれちゃった。さあ、頭一撃ですよ。あ、もうびっくりです、相手も。はぁってなりますよね、これはね。やっぱりなんかね、AK12 で一回作ったんですけど、それよりだいぶ使いやすいなと思います。俺じゃねえんだ。これまた一撃ですよ。鬼のような。これ一撃で 4.5 割カット。やばいね。圧倒的にやっぱりケルテックより、普通上ケルテックより圧倒的な火力を誇っております。ただ非常に扱いが難しい。この飛び出しもさ、こうやって、こういう弱い飛び出し方になるんだよね。これは、ね、本当に弱いと思う。だからこれがしっかり通常打ちできる、まあ、ケルテックだったら、本当に使い物になると思う。そうじゃなかったらね、ほんとこうなるだけなのよ。ほんと的なんですよ。移動打ちできないというか、左右に移動できないと。PGM じゃないや。ああいう風に普通のアサルトに、まあ移動打ちの差で負けたりとかするので。まあ、こういう風に、まあ、ちょこちょこ、ちょこちょこ当てて、なんとか。ただまあ、置きは強いと思うからね。そんなに弱くはないと思う。あ、終わっちゃうね。終わっちゃった、終わっちゃった。というわけで、一旦設定直して、バカ行きましょう。はい、それではやっていきましょう。まあ、センターにはグレネードは。あ、ごめん、マジごめん。クソみたいなグレネードだ、これ。あかんわ。ここでね、頭をしっかり当てて、パンと落としたい。気持ちいいもんやりたいね。絶対気持ちいいと思うよ。うまい。もう入られたくさいね。爆弾が設置された。さあ、決め打ちで味方を生かせると、前に。ああ、ギリギリ。何本入れたんだろうね。今ちょっとね、もう覗く暇なかったわ。
今ね、もう打たなきゃと思って。あのくらいだったらなんとかなるから。待って、一撃 70.9 なんだけど。頭おかしいでしょ、これ。やべえね。なんか、ケルテックかなんか一発撃たれてたら終わりだね。手榴弾投擲。行くかな？さあ、これはちょっと。ちょっと後ろに寄らないと厳しいかな。ああ、どうだった？決め打ちが当たらなかったね。一発172はやばいね、これね。半端じゃねえわ。さあ、センターでも行こうかな。だよね。そう、多分どの距離でもね、頭一撃で落ちると思います、これ。あ、ごめん、やっちゃったかも。おー、ラグ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 。さあ、そしてこれはね、厳しいよ。手榴弾投擲。リロード。さあ、あとは中2人。無理だった。一発41とかさ、すげえダメージ入ってんだけど。3折り返しております。さあ、やばいですね。勝っていきたい、ここは。もうここにグレネード入れて、手前には。マガジンチェンジ。ああ、判定されてないか、今の。マジか。ああ、ダメか。中にいるね。目標地点の偵察を要請。手榴弾投擲。さあ、撃ち落としたい。いや、これは強いよな。マジでああいうのはね、すげえ強い。すごいね、町はすごい強い。206 100 152 半端じゃねえんだけど。そのやっぱ距離感考えて立ち回るとすごい強い。だから基本来るのを待ってあげるっていう立ち位置だね。それは難しいんだけどね。目標地点の偵察を要請する。手榴弾投擲。もう一個やって。おっとっと。結構当たったと思うな、今のは。ああ、普通に倒しちゃったわ。もっちりプリンがちょっと心配じゃないか。行く？さあ、きっちり3発で落として。あれ？どこだ？どこだ？
はい、ナイス、素晴らしい。47.3、51、ワンチャン2発じゃん。本当に、これワンチャン2発じゃん。やべえじゃん、この武器。多分ね、どうでもいいですけど、これジャンプしてるといいっすよ、ここ。これね、決め打ちたまに来るんですけど、ああいうとこでね、ジャンプしてると、決め打ち避けれる。避けるっていうか、まあ足当てしてもらえるんで、まあ、最低限のダメージで済むかな、と。さあ、横は取ってあげたんで。さあ、奥側ですね。はい、勝負。もうやるよ、俺これで。OK。このぐらい勝負できる武器だってことだね。マジで。さあ、ラストラウンドになりましたよ。さあ、ガンガン目抜きされるからね、怖いね、これね。これ使いすぎると弾なくなるから、気をつけとかないといけない。ちょっと手前来れないようにグレネード入れとこう。あー、見えないね。もう2階行っちゃおうかな、そしたら。ここだけ注意してねって。いやー、これは厳しいぞ。まだいるね。了解。リロード。うん。さあ、頭しっかり入れればなんとかなる。手榴弾投擲。敵発見。さあ、ここをうまく戦いたい。敵だ。クリア。うまいね。後ろ気づけなかった、ごめん、申し訳ねえ。ちゃんと気づければねいけたんだけど、ごめんよ。はい、というわけでケルティック RFBL、 まあとりあえずでやってね、ある程度まともな感じで使えるのはすごいなぁと思いました。まあ、ただね、左クリの運用ができないのでめちゃくちゃやりにくいですね。本当にやりにくい。右クリで、だから距離取って待って来たら倒すぐらいしかできないから、どうしてもね、限定的で強いって感じになっちゃいますね。で、あとは、そうだね、この武器のね、どうしても弱いなと思う部分は、まあ、ソーダンスも23発しかないと思うけど、やっぱこう、移動、逃げれないからね。逃げれないっていうのが弱い。やっぱ移動が全部、移動にすべて、まあ、初段精度が低いことによって、移動に制限がかかるから、本当にそこが弱いです。だから、飛び出しも弱いし、打ち終わった、倒した後の次に行くまでのムーブも弱いし、まあ、そういうところがね、非常に使えないなと思います。本当に実戦向きじゃないなと。だからまあね、初段精度がさえあれば、強いんじゃないかなとは思いますね。ケルテックのね、AK12 か。そう、本当はやろうと思った AK12 とかも、初段精度は80ぐらいまで上げてるんですけど、どうもね、なんか変わった、どうもなんかちょっと違うんだよね。ちょっと、あ、バグってんな、これ。
あ、できたできた。これ 80.8 あるんですよ、初段精度。なのに、レティクラ、こんな感じになっちゃうんですよ。結局、左クリを使えないんで、右クリ使わなきゃいけないっていう仕様なんです。まあ、もしかしたらいろんなやり方があるから、こんなにね、左クリで運用もできるよと。アリサカ混ぜても左クリ運用できる、構成もあるよっていうのはあるかもしれないけど、とりあえず現段階だとどうも難しい、それが。ね。なので、お金がね、3000万、4000万ぐらいあれば一生やってられるかもしれないけど。まあ難しいんでね。まあこれはほどほどにって感じかなと思います。まあできたらいいねぐらいで遊べればいいと思いますね。というわけで、ケルテック RFBL のアリサカ混ぜ面白かったですね。まあなんとかしてこれ頑張ってやっていこうかなと思いますのでね、期待してください。というわけで今回はここまでになります。お疲れ様です。